神様、出張の時に交通費をカードで支払うと周りはポイントが貯まりますよね。あのポイントってどうなるんですか？そうよね、あれは会社の財産になるんですか？出張でマイルが貯まっても個人でマイルを使ったらダメなの？正確にはマイルやポイントは会社の財産ということになる。じゃが実情としては大抵の企業はマイルやポイントを個人のものとして認めているんじゃ。へえ、そうなんだ。じゃあ使っていいんだ。じゃがこれは会社によって違うからの、君たちの会社がどうなのか確認した方が良いじゃろう。ま、わからんことは上司に相談したり、倫理ヘルプラインがある企業はそこで聞くことじゃ。ただ、少しでも疑わしい行為は、これをグレーゾーンというんじゃが、原則禁止として考えておけば間違えることがないからの。わかりました。今回は幼馴染のためだし、自分で素材集を買うことにします。あ、秋田さん偉いじゃん。ま、出費は痛いけど、いろいろと使って元を取ることにするよ。うん、それがいいよ。だから三浦君も結婚するときは私に言ってね。感動的なスライドショー作ってあげるから。なんだろう、このどことなく心にぽっかりと穴が開いたような感じは。何を期待しておったのかの。ま、グレーゾーンじゃなく白黒はっきりしたから良いではないか。ゆら君、なんだこの成績は。数字は何の結晶だ。前にも言っただろ、汗だ。汗をかいた分だけ数字が伸びるんだ。自分が動かなきゃ相手が動くはずないだろ。原点に戻って明日から飛び込みをやり直せ。1日50件だ。新規を取らなきゃ数字は達成できないだろ。小学生でも分かるだろ、これぐらいの理屈。しっかり新規受注を勝ち取ってこいよ。おい、聞いてるのか。はい。せめてやる気ぐらい見せてくれよ。そんなダメなやつはこの部署にはいらん。やめてしまえ。皆さんは井原マネージャーの言動についてどう思いますか？コンプライアンス上何が悪かったのでしょうか？またどこを改めたら良いのでしょうか？一時停止ボタンを押して皆さんで話し合いましょう。井原マネージャー。お、中山リーダー。三浦君のことですが、少しきつくないですか？何言ってるんだ。あいつにはあれぐらいでちょうどいいんだ。でも。ん？なんだこれは。ちょっと待つのじゃ。井原マネージャー、何かおっしゃいました？いや、君こそ。わしじゃ、わし。なんだ？なんだ？何？これ。周りを探してもどこにもおらん。君たちの頭の中に直接話しかけておる。わしはコンプライアンスの神様じゃ。コンプライアンスの？神様？よいか、叱咤激励とパワハラは全く違うものなのじゃ。確かに上司の指導は部下の成長を目的とした愛の鞭であることが多い。しかし上司の職権を利用して強制的な物言いや人格を否定、嫌がらせや暴力など度を超える言動の場合はパワーハラスメント、つまりパワハラとなるんじゃ。
パワハラはいわばいじめであり、人権侵害なので決して許されるものではない。パワハラがひどいと部下は体調を崩したりうつ病になってしまうこともあるんじゃ。うつ病？そういえば三浦君、思い詰めたような顔してたな。上に立つ者は愛の無知である叱咤激励がパワハラになってしまわないように常に自戒せんといかんのじゃ。でも叱咤激励とパワハラの境界って曖昧ですよね。その通りじゃ。上司が叱咤激励のつもりでも部下や周りの人がパワハラと取ることもある。そこの線引きは確かに難しいんじゃ。だからこそ客観的意見が求められる。上司は上司で自分の指導が間違っていないか誰かに確認してみる。部下や周りの人は本当にパワハラに該当するかどうかを第三者に相談してみる。そういうことが大切なんじゃ。なるほど。会社が社内相談窓口や倫理ヘルプラインを設けているのなら、そこを積極的に活用すべきじゃの。セクハラの場合も同じじゃ。決して一人で抱え込まず、倫理ヘルプラインや外部の専門機関に相談したり、勇気を出して上司の上役に相談することが重要なんじゃ。人間関係に由来する問題は第三者を入れて解決しようということか。そうじゃ。それがコンプライアンスとしては望ましいのじゃ。コンプライアンスって会社のためだけじゃなくて自分を守るためにも役立つんですね。その通りじゃ。いいこと言うな。さすがベテランじゃの。コンプライアンスといえば、例えば法律違反だったり社会常識から外れたことを上司から業務命令として受けた場合、部下はどうすればよいのですか？組織である以上、部下が業務命令に従うのは基本原則じゃ。しかしその命令が社会的に許される範囲を超えていればコンプライアンス違反になり、人道的に許されないものならパワハラとなる。会社のためにと言われて社会に背くような命令に従った場合、結局会社に不利益を与える可能性がある。そうなれば本末転倒じゃ。会社のためになんか絶対にならん。部下は会社にとって何が大切なのかを常に判断しながら行動する必要があるんじゃ。じゃが一人では判断できんこともある。そこで会社はいつでも部下が相談できるような社内通報制度を整備することが重要なんじゃ。三浦君はさっきのことどう思ったんだろう。叱咤激励のつもりだったがちょっと言い過ぎたかな。誤解が問題の原因になることはよくあるからの。三浦君には私が第三者として話しておきます。伊原マネージャーの本当の優しさも。私は優しい人間ではないよ。それはお立場上じゃないですか。そうじゃ。わしの声が聞こえる人間は基本的にみんな優しいのじゃ。あのね三浦君、伊原マネージャーがあなたに厳しく当たるのはあなたに期待してるからなのよ。本当ですか？本当よ。伊原マネージャーいつもあいつは俺の若い頃に似ている、早く結果を出して自分に自信を持ってほしい、この会社の明日を担っていく人間なんだからって言ってるのよ。伊原マネージャー、もし納得がいかないなら会社のヘルプラインに連絡してしっかり相談に乗ってもらえるから。今から行ってきます。ヘルプライン？いえ、飛び込み営業です。行ってきます。単純じゃの。人間無知だけじゃなく飴も必要ってことですよ。さすが亀の甲より年の甲じゃな。
今の悪口はコンプライアンス違反なんじゃないですか。あれ、神様消えちゃった。川口理太。おお、三浦君。新製品のパッケージデザインが開発から上がってきました。お、どれどれ。これって三浦君。はい。確か国内生産だったよな。そうです。じゃあこの辺に日本製とデカデカと入れてもいいんじゃないか。今の時代、日本製であることは大きなアピールポイントだ。日本製を強調したデザインの方がいいんじゃないか。最初は僕もそう思って確認したのですが、どうやら 100% 日本製ではないらしいのです。なんでも一部中国で生産した部品を使っているらしく、正確に表現すると 78.25% 日本製だそうです。いやいや、そんな細かいことはいいんだよ。ほら、例えば加工食品だって 50% 以上使用していれば鹿児島産黒豚使用って書けるだろ。これは78.25% なんだからさ、日本製って書いても絶対古代表示にならないぞ。いけるって。だから This is 日本製バージョンに変更してって言っといて。皆さんは川口リーダーの行動についてどう思いますか。コンプライアンス上何が悪かったのでしょうか。またどこを改めたら良いのでしょうか。一時停止ボタンを押して皆さんで話し合いましょう。なんだそれ。ちょっと待つのじゃ。なんか声がしたぞ。神様ですよ。神様？なんだ、三浦君、君の腹話術か。違う。わしはコンプライアンスの神様じゃ。直接君たちの頭に話しかけておる。三浦君、どうなってんだ。川口リーダー、ここは落ち着いて神様の話を聞きましょう。それがよい。先ほど川口リーダーが言っておったように、加工食品の場合、原産地表示の基準は原材料が全体の 60% 以上使われておるかどうかじゃ。だから例えば鹿児島産黒豚を 60% 使用していれば鹿児島産黒豚使用と謳っても古代表示とはならない。ほら、僕の言った通りだろ。じゃが消費者が鹿児島産黒豚を 100% 使用していると誤解しないように注意する必要があるのじゃ。ということは、法的に問題がなくても消費者に誤解を与えるような表現はダメってこと？コンプライアンスって法令遵守ってことだから、法律さえ守ってれば OK じゃないんですか。川口リーダー、法律だけじゃなくて社会常識や企業理念を守ることもコンプライアンスに含まれるそうですよ。その通りじゃ。消費者やお客様に対してどんな姿勢で臨むかが大切なのじゃ。商品の説明書きというのは消費者にとってとても重要なものじゃ。例えば書くスペースがないからといって情報を簡略化すると説明不足となってしまう。これはコンプライアンス違反じゃ。かといって細かい字でびっしりと書き込まれてあって消費者が読みにくければ、これも情報不足でコンプライアンス違反になる。え？ちゃんと書いてあるなら情報不足ではないと思いますけど。虫眼鏡で拡大しないと見えないほど小さな字は書いてあるとは言えない。単なるアリバイ作りじゃ。消費者団体もそう指摘しておる。よいか、国際消費者機構は1982年に消費者の8つの権利を提唱しておる。このうちパッケージなどは知らされる権利に関わるものじゃ。
確かに限られたスペースで情報量、読みやすさ、PR 要素をバランスよくデザインするのは難しいじゃろうが、消費者の権利を追求することがコンプライアンスでは何よりも求められるのじゃ。デザインといえば、最近うちの会社でもユニバーサルデザインがよく話題に上がるんですけど、あれも大切なんですか？別に義務ってわけじゃないですよね。確かに取引先からもよくユニバーサルデザインのことを言われますよね。でも実は僕、あんまりユニバーサルデザインのことを分かってないんです。ユニバーサルデザインというのは、できるだけ多くの人が利用可能であるようにデザインすることじゃ。いわばバリアフリーよりも一歩さらに進んだ考え方じゃ。確かに現在ユニバーサルデザインは法律で義務付けられているわけではない。じゃが、一人でも多くの人が利用できるようなものづくりを追求していくのは21世紀に生きる企業のあるべき姿だとは思わぬか。そうですね、よくわかりました。神様、パッケージも含めて消費者、お客様、つまり人に優しい製品を作っていくことが大切なんですね。その通りじゃ。じゃあ川口リーダー、このパッケージ案は？営業部方針としては正確な表現でいこう。ということは 78.25% 日本製。いや、それは細かすぎ。そうか、じゃあ試写購入して 78% 日本製ですね。切り上げて 79% 日本製にしようよ。 78% の方が正確ですよ。 79% 78% 79% だよ。正確にいくんでしょ。 78% 79% の方がお得感あるだろう。 78% の方が正確なんですよ。わしはどっちでもいいと思うがの。ま、納得いくまで議論するのも勉強じゃな。あれ、秋田さんどうしたの？思い詰めた顔して。あ、中山リーダー、助けてください。え、なになに？実は秋田さん、ちょっと頼まれてくれるかな。何ですか？新規開拓のために DM を打ちたいんだけど、名簿を揃えてほしいんだ。 DM 名簿ならここに。いや、それだと今までと変わり映えしないだろう。新しいリストを作ってほしいんだ。え、でもどうやって。そうか、引き受けてくれるか。悪いね、頼むよ。明日までによろしく。なるほど、そうやって仕事を振ればいいのか。何感心してるんですか、中山リーダー。助けてください。